TV あ見てね、すごいの持ってるよ。え、なになになに、初めて見た。すごい。え、どうやって食べるの？よいしょ。うわ、これ食べるのもったいない。チーズフォンデみたいなやつやね。チーズフォンデみたいなやつ。つけて食べてる。これでも食べたら、あ、ここ食べたらこぼれてくるやつ？最後に食べるやつ？つけて食べてもらってもいいし、いきなり割って全部つけてもらう。そんなん最初つけるわ。つけよう。つけるわ。つけるわ。最初つける。え、これピュッとつけて、これもつけて。トマトソースとバジルのソースをお好みで。あ、ちょっとこれな、ごめんけど写真撮っていい？ね、インスタ映えしたいね。したいね。写真タイムしたいね。ちょっとごめんね、写真タイムするね。インスタ映え。食べましょう。いやー、めっちゃ美味しそう。やばい。どうぞ。これつけるよ。手で行くんすか？手でいくんか、手でいいんやこれ。中3のフォークだね。暑いよね、それ多分。ほんま？暑いのかこれ、めっちゃ暑いよね。溶けるぐらいやな。暑いよね。ちょっとごめん、私左利きやから当たるから右に変えるわ。両利きなのわ。これ全部バーンってつけていいの？ね、すごい。そう、暑いよ。暑そう。暑そうだよ。あ、ちょっと暑そう。暑そう。あ、いい匂い。匂いすごいよな。美味しい。そうな匂いだよ。冷ましとこ。食べてみて。暑くないって絶対。あ。何やこれは。おいしい。うん、食べ方がエロいわ。食べ方エロい。もう横に高校生いらんやんこれ、私。高校生マジでうまっ。これをな、おお、やるの、ちょっとドキドキしてきた。うん、やっちゃう？うん。うわあ、ドキドキするよ。やって、見て。もう絶対うまくできる自信がなかったから。このサクサクのやばい。高校生と先生みたいになってる。いやー、でもうわ難しいな。あんま私こういうの食べたことないからさ。でも全然高くても多分絶対食べんね、これ、うん、高くても食べる。あー、どうしよう。ちょっと待って、じゃあ書くわ。なんだったっけ、これは何？パイね、パイ。パイは。いやー、どうやろう。ちょっと待って、分からへん。
パイはこれや。はい、伏せてください。わからん、わかんない、どうしよう。これでしょ。はい、伏せてください。シモルナ TV。 次は次何？すごいな、かわいい、なにこれ、すごい、なに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 、あー、太陽のマルゲリータ、え、ね、すごい、ちょっと待って、私これちょっと写真撮りたい。ごめんね、写真撮りたいね、めっちゃいい感じやもん、めっちゃかわいい。ちょっと、ちぎりたい、ちぎろう、ちぎりたい、ちぎられてる、ちぎられてる、ちぎられてんや。うわ、めっちゃ美味しそう、あの熱いけど美味しそう、食べたい、どうぞ。美味しそう、それそれそれ、なんか全部手やん、あ、全部手、手の方がダメ、そこんな手やん、なんかフォークとか使うという習慣はないんか、お前だって、こんなフォークでどうやって取るの、こうすくってすくって、え、これなんか中身出ちゃってるから、そうそう、ほらほらほら、じゃあ私の全部手やん、私だって外人で、外人やから手で食べる、外人ってもなんかアフリカの方で、ね、そうね、私外人やから手で食べんの、ね、何人なんすか、アフリカの方、美人です。最悪最悪やし、ああー、チーズが、チーズがピョンってなっちゃう、はい、よし、じゃあ私も結局手で食べる、ほら手でいくでしょ。私は外人はみんな手なの、私はハーフだからちょっと手で食べます。どこと、どこのハーフ、どこの、どこだと思います、美人と可愛いのハーフです。最悪、最悪に連発、最悪に連発、美人と可愛いのハーフ、そうや、美人かける2乗、このチーズを、これすごいね、うん、あ、すごい、卵うまそうなあ、これ絶対美味しいって、手で食べちゃうから、これ先食べていい、いただきます、なあ、めっちゃサラミめっちゃ美味しいって、なあって家か。もうなんか美味しい、やばい、サラミも美味しい、これサラミ手作り、なんか普通に美味しい、なんかトマトがもうジュワーって、うん、この なんていうのジューシー、サラミがめっちゃ美味しいよ、うん、食べ方も可愛いね。学校の先生、学校の先生、めっちゃ美味しい、もう今な、食べることに集中してる、うんうん、YouTube なんか撮影っていうこと忘れてるから、もぐもぐしてるから、なんか、あれ温度上がってきた、うんうんうん、熱くない、私まさかの、まさかの、暑いですね、まさかの、暑いです、暑いんですけど、暑くない、暑いけどさ、もう暑いな、寝る、暑くない、まさかの、暑いな、飛び火です、飛び火やね、暑い、もう見て、全然お札がもうすごいな、見て見て、やばい、いやもうルナ映さない、ちょっとほんまに私ね横に意味ないっていうぐらい、なんかもうやっぱり、え、すごいな、男のロマンですよね、もう私端に寄らなあかんわ、ほんの男のロマンですね、男のロマン、これでもなんか結構手込んでるから、うんうん、これすごいな、トマトもなんかいいとこから取ってきてそうやな、トマトすごい美味しかった、本当に美味しかったな、うん、さあお値段どうぞ、
やこれ絶対高いと思う、絶対高いって。ピザってどんぐらいなんや。私だって今まで宅配ピザしか食べたことないもん。宅配でも結構するもんな。宅配意外とするもんな、うん、でも宅配はなそんな美味しい、うわ美味しいって感じたことない。確かに。で2000円3000円するもんな。そうやで。ってことは絶対高いねんって。ピザって結構高い食べ物ですよね。ピザ高いな。え、いやこれ絶対高いって。だって手が込んでるもん。ピザ絶対高い。え、マジわかんない。どうしよう。でも待て待てな、絶対な、ピザこの値段、いいピザこの値段でな、押し盛り合わせが安いわけないねん。だからちょっと金額訂正してもいい？なあ、どうぞ。え、全部？うん、ちょっと不安になってきたから訂正する。え、どうしよう。ピザってピザなんかめっちゃ な, いなんか高めにしちゃった。宅配ピザだってもなんか宅配ピザでさえ高いもん。何を言うたかよ。宅配待って、ごしもね合わせは絶対牡蠣が味噌で美味しいし高いで、絶対これはちょっと牡蠣が味噌なんですか。牡蠣味噌、牡蠣味噌なんです。パイも絶対もうちょっと高いな多分。もう絶対高級料理店ぐらい美味しい。しゃべる。高級料理店。いや、ここ高級料理店ですよ。高級料理店やろ絶対。おしゃれすぎますよここ。いやさりげなくいやとか言って触ってみる。ここデザインとかもすごいお金かかる。なあね、うん、すごい。もう私は自信を持ってこの金額で。分かんない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 けど、とりあえず